みなさん、こんばんは。ドナノーソキオクの日本語のニュースでございます。ビンファーンタ島、高速、道路、ブロザク島の統治市場の慎重、即進的困難を解消するために、今朝、ビンファーシー党委員会の法案連初期は、ビンファーシー自民委員長会の副担空党委員党後、区民人会員会,会議を開催しました。 ビンハウン島、高速道路ブロザク島は、福田区の地域 3.5km 以上通過し、38, 38は以上の土地を回収する必要があります。現在までに地域は507羽の土地の原産地確認を完了し、68%以上の割合を達成し、294件の係数が公示されました。残りの376件の実績とき、総類は未工じであり、3件の このは、を行うことができていません。現在の課題は、放送金の評価が一致していないこと、位置が確認されていないことです。会議で、民話市と委員会の指導者は、各部門に、空自民委員会と密接に連携し、問題のある文書を整理し、検査するよう要請しました。また、土地の引き渡しを段階的に創理する計画を提案し、進捗に合わせて文書を提出、提出するよう、 しました。Đông Nai Sổ Tổ, Sư Mì Yên Cải, Nai Sổ, Bê Tô Nam Mư, Sô Cư Sên, Sê Cư Sên Yên Chổ, Sô Đô Kiô Cư, Y Cư Sổ, Biêu Yên Hê, Ca Ca Sà Cao Văn Quang, in Chổ Hòa, Kỳ Nộ, Đông Nai Sổ, Vinh Cư Gân, Thiên Tân Mư Ra, Bình Minh Ca Bư Ski Khai Sà, Hà Sê Sư Má Sà, Rô Bạc Cư, Hà Chư Thống Nhất Đông Nai, Sô Gô Biêu Yên Chi Chư, Chi Rì 受けている卒業者、見舞いし、やる気しました。 第4弾は病院の各部門で治療を受けている副所作を見舞いしました。ドンナーショーベトナム諸国戦線委員会のカ科アン管委員長は、副所作への迅速な治療に尽力した病院の医療従事者に監査の意を表しました。また、同所のベトナム諸国戦線委員会は、治療を受けている副所作あたり、1人当たり500万ドン爆発による犠牲者1人当たり1000万ドンを支援しました。 どし事務委員会委員長のョノ、を得て、同省労働しょ、ロローセン、ソピオヘ、サカイ、キンティトイエン、教ョは、チョワ、チテオ、ウケテイル、フュッシューサ、イチー、イトアタリ、ウォーヘグマンドン、バカハチン、ヨル、イセサノ、カクカズオキニ、センマンドンを支援しました、オ、シエンシマにタ。ソコショニ、ヨリマシト、ニセン、ニユー、ヤベトナム、ダイキ、産公務輸出ユシティカク ロール以上となり、聞き聞きました明る,明るいタイ帯になっているということです。 具体的には、米の輸出量は、1トンあたり平均価格は653.9ドルで、約653.9ドルで、約14億3000万ドルに衝突する218万トン以上、前年度期と比べて輸出量は17.6%、売上高は45.5%、価格は23.6%上等になりました。市場で人気のある輸出米には、香り、米国、 ヤスミン米国、日本にか米国などが含まれます。フィリピンは依然としてベトナムにとって最大の米国輸入市場となっています。日本のフミコ・キシダ首相とフランスのエマヌエン・マクロンと大統領は昨日東京がインド太平洋 世界地域への支出を中止める中、中国への抑制をする中、日本とフランスの安全保障記憶を教会することで合意しました。 岸田氏とマクロン氏は、パリでの会談で共同訓練や災害共演活動などの緊密な安全保障協力を促進する円化地下協定の合進に入ることで合意しました。日本は、オーシュートラリアおよびイギリスと円化地下協定を締結し、両国を、相互往来をスムーズにすることを強化しました。また、日本シェフはフィリピンとも同様の協定に向けた交渉を開始することで合意しました。また 会談では、利用収納は安全保障、経済レア数やその他の小物の確保に向けたサプライチェーン構築の分野で日国間協力を強化することで合意しました。チャップ保障会社は、米国メリランド州のフランスコストの機関とクライ事故に関する損害を保障するためには、3億5千万ドルを 地はるいき可能性があります。 保険担当者の代表者は支払いは週間以内に承認されるだろうと確認しました。これは事故に関連した多くの支払いのうちの最初の一部であり、アナシストは保険開催に40億ドルに上る損失を与える可能性があると見てみます。3月26日、コンテナ船が発生に外中し、6人が死亡しました。この事故により、米国で最も賑わう港の一つが 閉鎖されました。ご清聴ありがとうございました。